こんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら、はい、ペヤング焼きそば激辛マックスエンド、これを買ってきましたので、食べたいと思います。まあ、個人的にとにかく、辛いものが大好きなんで、とにかく、まあ、辛いとか激辛っていうコピーが載ってる商品は、まあ、とりあえず買っちゃうタイプですね。なのでお菓子で言うと、まあ、暴君ハバネロとか、あのシリーズは結構食べましたね。あとカレーも、とにかく自分辛い方しか食べないんで、最低でも辛口、できれば大辛、あとリーの一番辛い40ってやつも食べましたね、確か。はい。で、まあ、特に夏は暑くて、まあ、食欲も落ちちゃうんで、辛いものを食べてカーッと汗をかいて、逆に涼もうっていう、狙いを毎年やってます。まあ、ペヤングの激辛シリーズっていうと、まあ、もう6年くらい前になるんですかね、あの一番最初の激辛、あの赤いパッケージのやつが出たのが、もう6年前の話なんですけど、そして去年の暮れですか、12月頃に出た、もっともっと激辛っていうのがあったんですけど、自分はちょっと食べそびれちゃったんですけど、今回のこの、激辛マックスエンドっていうのが、激辛の4倍、まあ、つまりはもっともっと激辛のさらに2倍辛いっていうことなんで、まあ、どれほどの辛さなのか、まあ、早速食べてみたいと思います。ケージ開けていきます。まあ、目は当然、普通のペヤングなんですけど、火薬と、そして激辛エンドソース、赤黒くて、非常に不吉な感じがしますけど、まずはお湯注ぎます。はい、3分経ちましたんで湯切りしていきます。それでは激辛エンドソース入れます。もうちょっと鼻をつくちょっと刺激臭がしてますね。それではいただきます。まずは一口、こうきますね。まあ予想はしてましたけど、あの口の粘膜が痛くなっちゃうんですよね。まあでもそんなに刺激がきつい感じじゃないですね。予想してたよりはもう汗が噴き出してきてます。
予想してたよりはちょっと旨辛い感じが自分にはしてます。そんなに刺激がこう前面に出てくる感じじゃないですね。まああくまで個人的な意見ですけど。やっぱあの下の方は結構ソースが溜まってる感じ、こっちは結構辛みがきますね。これはソースが染みてる具は結構きついですね。完食です。これは結構後引く辛さですね。はい、というわけで、はい、というわけでペヤングの焼きそば激辛マックスエンド、どうにか完食できました。まあ最初は結構楽勝かなと思ったんですけど、やっぱりあの容器の下の方にこうソースがやっぱり結構溜まっちゃうんで、その辺に入ってくるとかなりこうきつい辛さがあります。まあ、やっぱり舐めてかかると、後で想像以上のしっぺ返しを食らう感じですよね。まあ、パッケージにもありますけど、辛みが非常に強いので、小さなお子様、お子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意ください。っていうことなので、本当にまあ辛いものが好きな人だけに向けた食品だと思いますので、十分ご注意ください。まあ今年はね、ペヤングっていうと、超大盛りっていう、まあ一食で2142キロカロリーなんてのも出ましたけど、まあ実際食べたんですけど、まあ一応ちょっと一日の摂取カロリーちょっとまあ制限してるんで、まあ一気には食べられずに、まあ数日に分けて食べましたね。まあこの辛い系、もしかするとエンドっていうことは、まあこれが最後になるのかなとは思いますけど、まあ今後何か出たらまた買って食べたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から過去の動画もよろしければ見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。